にちは。そういえば、プレミアとは私の名前でした。特に何も、ただ歩いていました。ただ歩くことをそういうのですか？そこのお二人さん、こんにちは。プレミアとデートの途中だった？もしかして邪魔しちゃったかしら。プレミアちゃんの噂って聞いた？プレイヤーたちの間で無駄なクエストを受けさせる使えない NPC だって言われているらしいの。ほら、この子のクエストってフィールドに出向いて護衛をした挙句にたったの1コルでしょ。そんな話が出回ってプレミアを連れ出す人はごくわずか。隠し要素でもあるんじゃないかと考えている人ぐらいしかクエストをやっていないんだって。ですけど、そんな人たちですら徐々に減り始めているらしくて、プレミアちゃん誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。クエストをやってあげない？あ、それいいですね。どうですか？ほんと、みんなプレミアのことを放っておけないんだから。ま、そういう私もなんだけどね。わかりました。これをほら、お礼よ。うん、お疲れ。プレミアちゃん、いつでも手伝ってあげるからね。そうそう、遠慮なく頼って。ありがとうございます。お礼されたわね、プレミアちゃん。そんな大会ないよ。そろそろいい時間ね。この辺りでお開きにする？ですね。私も向こうじゃ制服のままですし、着替えないと。ん？どうかした？知ってる人？うまくつながったわね。音質も問題なさそう。セブン？
あら、その声はリズちゃん？やっほー、みんな元気？うん、元気だよ。ブリブエーだ、セブンちゃん。いい発音よ。ところで、この音声チャットは何なの？こんな機能このゲームについてたっけ？開発初期段階だから制約は多いんだけどね。緊急時なんかに VR の中と外とで連絡が取れるようにって開発しているの。そんな機能があの時使えていたら事態はいろいろ変わっていたでしょうね。うん、 VR をより安全に楽しめるように頑張って開発を進めていかないとね。ああ、そうだ、キナやユウちゃんたちをこのゲームに招待してくれてありがとう、セブンちゃん。開発サイドにいるからこそできることだけどね。ALO で歌姫として人気を集めたあんたがまさかこのゲームの開発に関わっているとは思わなかったわ。関わっているって言っても名前を貸しただけって感じで、実際にはこれといって何もさせてもらえてないのよ。まあでもそのおかげで高倍率のベータテストにみんなを招待できたわけだけど。私たちのアバターを引き継ぎしてくれたのもセブンちゃんなんだよね。すごいなあ、セブンちゃん。何をどうやったのか全然わからないけど。もっと褒めてもいいのよ。でも本人は研究が忙しくてゲームに参加できないなんて皮肉よね。そうなのよ、急な仕事が入っちゃったせいでね。結構引っ張りそうな仕事だけど、早く片付けてみんなと思いっきり遊んでやるわ。遅くても正式サービスまでには片付けてグラウンドクエスト開始に間に合わせないと。正式サービスに合わせて用意される大型イベントクエストってやつね。今回の舞台アイングラウンドに合わせたストーリーが展開されるのよ。あ、これオフレコ情報だったかも。あんたね、うかつすぎでしょ。まあしばらくすれば公開される話だし、みんなのこと信頼してるから平気よ。でも他の人たちには漏らさないでね。それでゲームの方はどうかしら。みんなのことだから攻略最前線で暴れているんじゃない？ゲームに馴染んできたせいで日に日にログアウトする時間が遅くなってるのよね。私がアイングラウンドに降り立つ日までみんなしっかり鍛えておきなさいよ。ユーザーデータ管理のテストの一環なんですって。おかげでテスターの応募がむちゃくちゃなかったんだそうよ。張り切りすぎてクエストとかやり尽くさないでよ。私もみんなと遊びたいんだから。注意しないと本当にコンプリートしちゃう人がいるからな。お？ちょっと何よ、言いかけてやめるのはずるい。プレミアちゃんのこと？セブンになら言ったって問題ないでしょ。NPC の設定がされていない？どういうこと？ゆいちゃんが言うには NPC は通常性格や役割が設定されているらしいんだけど。それが全てデータのない初期状態ってことだったよね。
ことじゃない。なんでそんな NPC が稼働しちゃっているのかしら。考えられるとすれば、スタッフのミスとか？なくもないだろうけど、どうかしらね。なんでですか？うっかりミスというのはよくありそうな話ですけど。このゲームは SAO と同じカーディナルという機関プログラムで動いているの。カーディナルは人の手を必要としないよう設計されていて、エラーがあったとしても自己修復が行われるのよ。エラーを勝手に直しちゃうってことですか？そのはずなんだけど、実際にその NPC は設定のないまま動いちゃってるわけよね。どうなんだろう。何にせよ正常な NPC でないのは確かだし、運営が知ったら即刻削除されちゃうわよ。え？ちょっと待ってよ。問題が起きてからじゃ遅いからね。どうする？私から運営に連絡しておいてもいいけど。そんな。それはあまりにもかわいそうだ。だからもうちょっと様子を見させてほしい。そんな感じ？しょうがないわね。優しいみんなに免じて、このことは他言しないでおいてあげる。はあ、ありがとうセブンちゃん。ちょっと知らなかったの？私は女神のような心の持ち主よ。とはいえ異常なキャラが動いてしまっているのは事実だし、おかしなことが起きないように注意してね。さてと、もっと話をしていたいけど、そろそろ仕事に行かないと。今からお仕事なの？だってこっちはアメリカだもの。これから一日が始まるのよ。そっか、時差があるんだった。ゲームで待ってるわよ。仕事頑張ってね。セブンちゃん、またね。バイバイ。うん、それじゃあね。ダスピターニャ。セブンちゃん、忙しそうですね。急なお仕事って何なんだろう。やっぱこのゲームと関係しているのかな。もしかしたら私たちに協力できることがあるかもしれないし、今度は聞いてみましょうか。そうですね。それにしてもプレミアちゃんが削除されるって聞いた時ドキッとしちゃった。このままおかしなことが起きないといいんだけど。今は私たちで守ってあげましょう。そうね、やれることといったらそれくらいだものね。
丈夫だよ。期間限定クエストをどうしてもやりたいっていう君のためだもん。その代わり、私がやりたいクエストがあったら手伝ってもらうね。こんにちは。ここにいたら訪ねてきたの。何も言わないんだけど、君のことを探していたんだと思う。ひょっとするとプレミアちゃん、自分のクエストをやってもらいたいのかも。けどそっちを手伝ったら、君が行きたかった期間限定クエストは完全に間に合わなくなっちゃうよね。わかってるよ。期間限定クエストじゃなくて、プレミアのクエストをやりたいでしょ。ねえ、聞いていい？なんでプレミアちゃんのクエストを選んだの？君ってやっぱり変わってるね。そんなところが私は好きなんだけど。もちろんオッケーだよ。一緒にクエストを手伝ってあげよう。プレミアちゃん、お待たせ。今日は私たち3人でお出かけしましょう。はい、わかりました。それじゃあよろしくね。私だってプレミアちゃんを放っておきたくないもの。さあ行きましょうか。はい、お願いします。ねえ、プレミアちゃんって今まで何回くらいこのクエストをやったんだろうね。いや、 100！ それってかなりの回数だよね。大変だね、あんなに体が細いのに。プレイヤーの場合、精神的な疲れはあるよね。あとお腹空いたりとか。プレミアちゃんってお腹空くのかな。何？こっちをじーっと見て。何よそれ、私のせいでお腹が空いたみたいじゃない。つつもちゃんとお弁当を持ってきていたりして。それじゃクエストを終わらせる前にお弁当の時間にしよっかね。えプレミアちゃん。はい。お弁当を食べようと思うんだけど、どうかな。お腹空いてる？お腹ですか？空いています。それもかなり。よくわかりませんが、美味しいものを食べたいという欲望だけは理解しています。確かに。ならみんなでお弁当を食べよう。どこかの誰かさんが大食いだからいっぱいあるんだ。みんなとは私も入っているのでしょうか。うん、もちろん。一緒に食べようね。それではいただきます。本当？このゲームに来てから料理スキルを上げ直し中だから、スタンダードなサンドイッチしかないけど。もう食べながら喋らないの。
でも気に入ってもらえてよかった。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？あ、ほら真似しちゃったじゃない。プレミアちゃん、お口に物が入っているときは喋っちゃダメよ。特に女の子なんだから。おいしい。よかった、どんどん食べていいからね。はい、どんどん食べます。私の欲望が満たされていきます。喜んでくれてるみたいだからよかったのかしら。今度ゆいちゃんを連れてピクニックしようか。あ、もしかしてピクニック知らない？こうやって天気のいい日に外に出て草原なんかでお弁当を食べたりするんだよ。それがピクニック。今度みんなでちゃんとしたピクニックをしようよ。もちろんプレミアちゃんも一緒にね。はい、私も一緒です。私も食事を終了しました。とてもふわふわでした。お腹もふわふわになりました。お粗末様でした。寄り道？はい、皆さんは真っ先に目的地を目指していましたので。絶好の昼寝の場所を見つけたり、思いがけないレアアイテムを見つけたりするからでしょ。わかりました、寄り道しましょう。して光っています。それは綺麗って言うんだよ。なるほど、太陽の光が水面に反射して光っています。つまり綺麗です。気に入ってくれたみたいだね。あ、こっちに来て。綺麗なお花がたくさん咲いてるよ。面白いものでもあった？へえ、あんなところに洞窟があったんだ。もう探索済みなんだね。さすがというか、なんというか。まったく、なんで嬉しそうかな。変なとこにないといいんだけど。はいはい。わかります。足が滑りました。気をつけます。
っちの方は平らで湿ってないよ。なるほど、こっちなら安全です。でも本当、この洞窟って何にもない。足を滑らせる罠があったようです。じゃあこの洞窟の探索はここでゴールだね。って、あれ、まだ先に続いているみたいだけど。場所を間違えてるとかじゃなくて？ねえ見て、壁がスライドしてこの通路が見えるようになったみたい。何かしらの条件が満たされて隠し通路が開いたとか、そういうこと？いじめないの。Thank you.
なんだろう、イベントが起きそうな雰囲気だけど。クエストがあったなんて。そうだね、君の優しさがあったから見つけられたんだよ。ううん、君のおかげだよ。すみません、お忙しいですか？うわっ！これ私が預かっていいのでしょうか？わかりました、持ってます。キーアイテムっぽいね。ねえ、このクエストって今の石を取って終わりじゃないよね？部屋と光る石ね。今までのイチコロをもらうものとは全然違う内容ですね。この情報って他では聞いたことないわよね。でもそうなると今までのクエストって何だったんだろう。プレミアさんに発生していたクエストはダミークエストです。ダミークエスト？クエストが発生する NPC はクエストデータに参照するための番号を所持しています。ですがプレミアさんは設定が全て初期状態、ヌルで埋められていました。ヌルは数値として置き換えられるとゼロとして扱われます。そのためずっとゼロ番のクエストを呼び続けていたんです。あのクエストの内容から制作者が仮で作成したクエストだろうと推測されます。それでダミークエストですか。なるほど。ですが、
プレミアさんが本来のクエストポイントに行ったことで参照番号が上書きされたんです。簡単に言うと、脱線していたクエストが本筋に戻ったということですね。すっごい偶然だよね。何のヒントもないのに本来のクエストの場所を見つけるなんて。腹ペコの人がお弁当を食べたいって言い出したことでクエスト発見につながったっていうのがあれだけど。それでプレミアちゃんの本当のクエストってどんなものなの？それはまだどんなものかよく分かっていなくて。今のところ手がかりは光る石だけなの。そうなると次のクエストを探し出すのが大変そうだね。問題ねえって。ヒントがやたら出まくるゲームより楽しめるじゃねえか。光る石か。まずはそれに関連してそうな言い伝えなんかを調べてみるのが鉄板だな。よし、その本当のクエってのをクリアしてあげようぜ。賛成。もしかしたらプレミアちゃんがどこの誰なのかわかるかもしれないよね。キャラ的に酒場の看板娘って線はなさそうね。意外と優秀な女性衛兵長とか。このアイングラウンドのお姫様だったり。うんうん、こうやって予想を立てながら話を進めていくのって楽しいわよね。進めよ、プレミアちゃんのクエストを。